今回の企画は、建築したアイテムが手に入る世界でエンドラ討伐。ルールは制限時間2分で欲しいアイテムを建築することで、何を建築したのかを神様が判断し、人数分アイテムをもらうことができる。ただし、一度建築で入手したアイテムは建築では再入手できない。果たして建築力を駆使しエンドラを討伐することができるのか。今チャンネル登録していただけると、後ろのアイテムが手に入ります。はい、というわけで本日はボンさんとエンドラ討伐をしていくわけなんですけども、よろしくお願いします。普段のあの T シャツ姿はやめてしまったんですか？我は魔法使いボンジュリーです。終わらないよ。あ、はい。この粉を持ちなさい。レッドソンダストです。これは魔法の粉です。魔法の粉です。魔法の粉です。はい、魔法の粉。私が大原めそなたに禁断の魔術を教えましょう。魔術。大原めよ、はい、この魔法の粉を手にして、このように魔法陣を組みなさい、はい、そしてこう祈るのです。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。ちょっとん？お、お。そうすると、お、なんか出てきた。チェット、見てみなさい。あ、だ、よ。建築スタート用と書かれた本と羊毛がめっちゃ入ってます。この箱は、はい、建築したものを手に入れることができる魔法の箱です。これで何でも手に入るんですか？建築したものが何でも手に入ります。ただそれは、はい、この建築の神が認めたものだけです。なるほどなるほどなるほど、わかりました、わかりました。さあオラメン、試しに何か一つ作ってみなさい。わかりました。あ、すごい。これでスタートを押すと、あー、動いた。おー、あ、これでもう作り始めたことですね。さあ、時間は進んでますよ。あ、そっかそっかそっか。意外と早い。じゃあちょっと無難なもんから作っちゃっていいですか？あ、いいよ。何それ。ちょっと待ってください、ね。もうわかんないけど。もうわかんない。ここから化けますから、これ。ほう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 。あ、大丈夫かな、これ。あ、こういう、でけえ。なんかでけえ。さあ、オラメン、よろしいか。はい、これで、多分、フィニッシュを押せばいいんですよね。フィニッシュを押して、建築の神を、我らに、授けたまえ。あ、鶴橋だ。ほうほうほう、俺の分まで。このようになります。なるほど。作ったものが落ちていきます。あ、すごい。これでもういろんなもの作れるってことですね。そうです。今日はこのワールドでエンドラ討伐していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ行こうか。行きますか。なんでね、はい、石にした。確かに、ね。石にした。なんで。ダイヤにしなかったんですかね、僕は。そうだよ。せめて鉄とかならさ、いろいろ取れたしさ。いいんだけど、これは、まあでも、ね、呪文はね、いつでも使えるから。ああ、確かに。うん、この赤い魔法の石がある限り。もうやっちゃう。お、あ、いきますか。ボンさんも。やっちゃうか。なんか欲しいもんあるかな。序盤で言うと、まあ、鉄とかはよくみんな取り行きますよね。確かにね。よし、じゃあ。はい、もうこれ必要だっても俺もらっちゃうわ。もらっちゃうじゃない。祈っちゃうわ。祈りますか。さあ、よし、じゃあ召喚するわ。はい。お、魔法陣がこれで描かれて。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。きた。多分これちょっとずれましたよね。いいね、ちょっと細かいことはいいんだよ。手動でやってんだから。スタッフさんが手動でやってんだからやめてください、そういうの。いきます。起きた。で、まあ、欲しいものをもらうっていう感覚でいいのよ。はい。どんぐりですか。なんでどんぐりつくん。どんぐり欲しいか。どんぐりリスか。リスぐらいだろ、欲しいの、どんぐり。シンプル。今のところ形はシンプルですね。あー、いや、わかるだろう。あー、これいらないか。いや、これせこく、こんなの。いや、わかりづらくなったな、余計。いや、わかってほしい。いや、あれですよね、もう。わかってほしい。ラから始まる。ラ？え？え？
ランタン。いやいやいや、違うよ、違うよ、違うよ。これだよ、これ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 、なんか、この削っちゃう、もう。建築の神よ、授けたまえ。来た。え、大釜。違うよ。なんでエンドラ討伐に大釜がいるのよ。家でも建てる予定でも。いや違う、すまん、一つ持ってこい、一つ持ってこい、伝わったでしょ、目には。あれ、魂のランタンですよね。え、違うよ。違うよ。あれ、バケツ。あー、エンドラ討伐バケツいるでしょ。そういえばそんなアイテム存在してましたね。いやいや、一番いるよ、もう。大釜はいらんのよ、大釜は。討伐に。どっかに置いてた方がこれいいですかね。いや、とりあえず持ってきます。とりあえずいりはしないよ。今全くいらない。全くいらないよ、今この大釜。意外と、あれですかね、ちゃんと作らないと変なものが来るっていう。確かに、ちょっと厳しいから。神さん、ちょっと厳しいわ、ちょっと。あと、まあ、とりあえず、ネザーへ行くよね。そうですね。またね、これ、楽しくなっちゃって、進まなくなっちゃうから。はい、もう、ドズルゴリラ、ドズルゴリラでしたっけ？あ、違うな。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。うん、ドズル。いやー、素敵な呪文ですね。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラでもよかった。まあいいや。やる？お、あ、そしたら、一個ぐらい行ってきます。星もある、なんか。まあ、ネザー行くのに、まあ、あったらいいなぐらいのものでも作りますか、うん、そしたら。うん。そうだよね。魔法陣を一応、こう書かせていただいて。一応って何？一応いるから。あ、これ必要ですもんね。合わせて必要だよ、当たり前だよ、必要だよ。ゴリラドズル、ドズルゴリラ。やったって。社長ディスると出てきますね。大丈夫。バレないように行こう。わかりました。バレないように、バレない。こっそりやりましょう。こっそり。じゃあ、これで、スタート。おー、始まった。来た。坊さん、つらかしてください。え、何？ありがとうございます。俺の顔なんか関係あんの？俺の顔関係あんの？いや、もう、今、世界の命運変えました、今ので。ここから化けますから。ネザーといえばですよ。はい。あー、なるほどね。そういうことじゃないと思うんだよな。俺、そういうことじゃないと思うんだよ、別に。いや、俺には伝わってるけど。ただ金髪になっただけですね、これ。まあ、それはもう神に祈れば。確かに。神が通じるかとか、それ何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 それ。ちょっと立体感も出しとこうかなっていう。なんか突っ張っていこうぜみたいな。突っ張りじゃないか、突っ張り。じゃあまた。ねえよ。空を見上げて。さあ。神よ。授けたまえ。あっ。じゃあ。おー、やったー。おー、これ、ね。よかった。狙い通りっすね。金のヘルメットよね、欲しかったのは。はい。レザーについての。ちょっと待ってください。ない。ボンさん、その好きなんでヘルメットそんな風になるんですね。ボンさんじゃなくなりましたね、急に。よし。でもこれで、はい、金装備ゲットできたから OK と。ちょっと鉄をちょっとしばきますか。ゴーレムどこ行った？痛い。ちょっと、しばこ。あれなんですよ、斧がないっすよ。あ、ちょっと、つないだちょっと作ります。俺もねえんだ。何もねえんだ、ツール。ツール全然作ってねえよ、俺たち。今のところやったことといえば社長をディスったぐらいですね。呪文だからしょうがないのよ。はい。出てこないんだから、クリアするためにはしょうがない。言いたくないですけどね。うわー、苦しい。言いたくないの。そう、苦しい。心が痛いよね。痛いっすね、これはもう。心がずっとこうなりますわ。これ呪文がそれだから。これで五鉄が確か最高なんでしたっけ。五鉄最高。父さん。いいよ。五鉄です。ナイスー。あと、これでもうバケツを作って、火打ち石ですかね。バケツ、あの時バケツを作れていれば行くか。溶岩だまり書いたら作ってくれるんですかね、神が。え、神、溶岩だまりも作ってくれるの？神、そんな万能じゃないですかね。ちょっと待ってください。ん？あ、これ溶岩だまりじゃないですか。ありました。あ、でもじゃあそれで行っちまうか。行きますか。あの早技みたいなやつ動画見たんですけど、うん
多分僕にはできませんね。見ててください。水を置く。で、壊す。あ、やべ、あー。大釜すまん、すまん、すまん、すまん。大釜が、すまん、大釜が、すまん、大釜が、すまん。ちょっと、誤射で水が消えました。手持ち入れしたら遊んでました。すいません。確か、あれですよね。こんな感じで。伸ばしてあげて、この位置で、水が確かこう、みたいな。で、本当はこれを10秒ぐらいでやらなきゃいけないですよね。これめっちゃ早くやるの。あれ、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 あれ。そうなんだよ。思ったんと違うってやつ。いや、そう、あ、あ、うん。びっくりした。いや、でね、そこでね、そうならないときあんのよ。あー、水の形がですか？そうそうそう、俺いつもここは、ほんとここがなんないの。その目の今、ここ、な、なんだったじゃん。はい、な、なかった。それを防ぐために、はい、この、これに、こうするとなるの、ちゃんと。あー！あれ？ボさん、溶岩が消えました。あ、溶岩消えちゃった。嘘でしょ？ああやってなる、ああやってなる、大丈夫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 、確か、確か隣に用があったから。ああ、でもこれで置けるようになりましたね。ここで置けるのよ。なんですかね、これはもう。なんか俺もね、ここの1個置けなくて、そのやり方。ああ。あとは、あ、これで完成ですね、ゲートが。これでいきますね。OK。向こうだと必要なもんあるか？まあ、一発なんか、そしたら、ポンさん書きますか？ポーションは絶対くれねえんだよ。いや、絶対難しい、難しい、色が難しすぎるから。いけんじゃないですか、ワンチャン。ワンチャンいけるか、ワンチャンいけるか、ワンチャンいけるか。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。はい、一瞬で出てきた。始まった。まずは多分、瓶のやつですかね、これは。今のところはもうなんか、完璧ですね。赤とオレンジで。ああ、この色じゃなかったかな。よし。さあ。神のジャッジが下るところでさ。下るね。神様、授けたまえ。授けたまえ。さあ、来た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 。お、ただこれは完璧じゃないですか。来たー、これを待ってたの、これを待ってた。神様ありがとう。神様ありがとうございます。ありがとうございます。神様ありがとうございます。よしよしよし。ちゃんと出てきた。よっしゃ。はい。早速行こうか。行きますか。え、食料ある？大丈夫？はい、パン33個あります。100個ぐらいあるから、何かあったら言ってくれ。さすが魔法使いですね、もう。山のようなパンが。ああ、パンはいつでも出せるから。全然これ魔法関係ないけど。奪った俵だけど。おお、危ない危ない。下いきなりこれか。いや、金ヘルメット持ってきてよかったな、これ。ですね、もう。最高だわ。ちょうど赤森のまんまやだった。やるね、やるね、やるね。これね、めえ。はい。アイテムがね、神様ね、はい、1個ずつしか出してくんねえのよ。あー、確かに。だからね、そう、ブレイズロットとかやっても、2本来るだけなのね。だけどね、しょっぱいのよ、この神様。しょっぱい。あの、神様しょっぱいんですけど、地形に愛されました。おい余罪が見えてます。おいマジか。行くか。行きますか。行くか。マジか、マジか、マジか。いやー、正直、ここでもうなんか、1時間は潰す覚悟してたんですけどね。ねえねえ、魔法の出番がどんどんなくなっていく。それが心配、それが心配。攻撃もしとくわ。あ、ごめん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 、ごこれだけよ、おさえ。ちょっと待ってください。あれ？え？あれ？あ、あるある。いや、僕、待ってください。まだわかりません。これ。あー、多少広がってそうですけど、なんか、なんかちっちゃいです。あれ？そっちの辺まだ続いてます。あるある。ちょっと続いてはいる。ただ、いまだに、ブレイズの姿を確認できないんで。だいたいなんか一匹ぐらいいそうなもんじゃん。大体なんか、あ、いるわみたいになりますね。なるでしょ、なるでしょ。ちょっとデカめのやつ出てきました。な、出てきたね。あ、よかった、端っこってだけか、あれ。あ、怖かった。びっくりした。あんなちっちゃいのかと思った。単体のブレイズを発見しました。野良ブレイズ。野良ブレイズですね。野良か。組織的には動いてくれてないです。これってもしかして、ブレイズスポのうまくかけたらもらえるんですかね。そのアイテムって存在すんの？神に無茶ぶりをしようとしてます。そうだよね。
ボナーってアイテムがあんのかな。ブロックあるんですよね、豚が出るやつが確か。あー、結構でかいっすけどないっすね。でかいけどないよね。見当たんないっす今のとこ。スポナーがない要塞なんて誰が言って喜ぶんでしょ。ほんとよこれ。え、神様に召喚したらなんとかなんの。神様なんとかなんのこれ。ダメ元で一回やってみます。ダメ元でやってみようか。ちょっと挑戦TV浮かれて、我々の神が一体どこまでやってくれるのかっていうのを。確かに確かに。試そう、神を。神を試す。神試してみるか。雷落ちてくるじゃないですかね、そのうち。バン。怒られる、怒られる。これで魔法陣を書いて、ドズルゴリラ、ドズルゴリラ。おお、できた。毎回なんか呪文間違えてる気がする、僕と。どっちだっけ、ゴリラ、ドズル。どっちも大丈夫、どっちも大丈夫、どっちも大丈夫。どっちでも大丈夫。どっちも大丈夫。スタート。だ、どう書くのあれを。サクッパにとりあえず書けば大丈夫ですもんね。サク書いて中をどう表現するかよね。ですね。急ぎ急ぎ急ぎ。いいよ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 。いいよ、まあ、なんかこんな感じの。こんな感じのさ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。もしこれでできちゃったら僕たち何のために要塞に来たんだって言いますけどね。さあ時間半分半分半分過ぎた半分過ぎた。ポテト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 。こんな感じの、こんな感じの。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、そう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 。炎っぽさ。あ、いいね、炎っぽさあるある。こんな感じですか。もう。あ、フィニッシュだ。あ、終わった終わった。神に祈るか。神を捧げたまえ。あ、来た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 。お。ナイスナイスナイス。お。ん？二個出てきました。何が出て、何言った？え？あの。セットです。何これ。これこんなのあんの。え、これどうやって使うの、どうやって使うのこれ。スポナーブロック置いた後に中にモブの卵を召喚することができるんですよ。ここで出して大丈夫ですか。あの現世で出すってこともできますよ。戻るか、現世で出すか。確か暗け出るんで。はい、オッケーオッケー。そうしようそうしようそうしよう。建築したもんが何もかも手に入るっていい世界ですね。最高だな。まだまだこれポテンシャルを秘めてますよ。ポテンシャル秘めて秘めて秘めて。確かに。まあ取るべきも取ったわけです。何でもいいんでしょう、何でもいいんでしょう。よし、さっ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 。現実に帰ってまいりました。これでも作りますか、夜になったっていう。さあ、いや、やるか、やってみますか。やりますか。どうやってやるの、これで、うん、押した後に。おー、出てくる。お、入れ替わりました。できました。あたたたたたたた。じゃあちょっと体感のポーションあったよ、俺たち。俺たち。あ、確かに確かに確かに。いきまーす。はーい、ありがとうございます。すごいすごい、ちゃんとめちゃくちゃ湧いてますね。レザー行かなくても直でいけるな。っていうかこれが手に入る世界ってだいぶいろいろありますね。そうだよね、何でもできるの。これができるってなるとっていう。ちょっと無限になりましたね、これで。なりましたね。よし、あと金だよね、欲しいのね。金ですね。金があれば取引が。めんどくさい。金掘るのめんどくさい。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。ありがとう、神様ありがとう。気軽に呼び出そうも。あ、始まった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 。ああ。いや、待って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 、何よ。いい資格ですね。何何何何。おお、分かるでしょ。横にも何かが。これこんなんじゃなかったっけ。これなんですか。わかるわかるじゃん、わかるじゃん。もうこれよこれよこれよこれこれよ。ああ、終わった終わった終わった。神様授けたまえ。いたた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 た。違う違う、お前じゃない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 。バカ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 。わたたた。ほら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 、見てよ。あ、完璧。金ブロックだ。これ正直者には降ってくるの、ちゃんと。横のこれ何だったんですか。あのインゴット。あたたたたたた。シュ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 。神のいたずらが。ダメ。そいつら頼む、そいつら頼む、そいつら頼む。ギャッ。めーん。あ、やばい、サボテンの近くで死んじゃった。あいつ、余計なことしてきますね。いや、めっちゃいるじゃん。ちょっと待って。めっちゃいるんですよ。おさん、過ぎたな。壊しちゃいましょう、こんなもの。潰そう、潰そう、潰そう、潰そう。こんな、こんな危ないもの残してるの。危ない、危なすぎる、危なすぎる。
これであとはもう取引をするだけです、ね、いやめちゃくちゃ金あるぞもう。やばいっすね。さあ28金、オッケー。28金。行こう、取引。いきますか。僕もなんだかんだ、なんか10金持ってました。マジ？これはさすがに出たでしょ。1.161 でこれで出なかったら、もうこれはもう、神のいたずらですよ。やべ、やべ。あ、やべやべ。ボザック。やべ、やってる、やってる、やってる。くんだ、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 くんだ。あちょっと頭きたわ。召喚するわ。頭きたわ。怒りの召喚ですか。ドズルゴリラ、ゴリラドズル。始まりました。スタート。死んだことで逆に欲しくなるアイテムっていうことっすよね、多分。茶色と青。こんなんじゃね。こんなんじゃね。よし。フィニッシュ。早い。神様、授けたまえ。来た、これ、この文字だったね。怒りとキノコが。あの豚寄せつけねえわ。これ、便利っすね。はい、便利でしょ、神様便利だろ。便利だから神様。お、豚ほら、近寄れないでしょ。ほら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 。ほら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 。見てるだけですね、あいつ。もう気軽に、俺神様欲しいもん。もらおう、これで。どうどう、今のところゴミしかないですね。嘘だろ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 。まだ金が必要かこれ。マジ何も出てないですね。結構投げたよ。あゴミだけですね。あれこれ持ってもしかしてラストか。どうした。うわこいつら何も出さなかったっす。えノーパール。ノーパールですよ。そうだろ。こういうところで謎の沼りはいらないんですよ。青森もあるわけではないですね。いやー一旦フォロー、一旦フォロー。行きましょう。さすがの神様も、はい、多分青森は出せねえわ。神といえど土地まではさすがに多分、はい、管轄外です。ないよな。え、これ50金ぐらい渡してるよ、もう。ね、全部飲まれましたね。そうだろ。うわ、出ないな。ダメです。出ません。なんでだ、俺たちは。なんてことだ。これ、神様にお願いして何かあるかな。エンダー愛をいただいても2つまでですもんね。2つだね。今までのルール的になんか全部2個でしたもんね。2個だったもんね。マイクラの世界でまさかガチャみたいなことさせられた。ほんとよ。しかも沼りのガチャよ。天井ないですからね、マイクラの。おちゃんと引かされる。爆死中、爆死中だわ、今。50連爆死。10金来た。頼む。そう10金出たら勝ちですか。ロットでインチキした分、ここでツケが回ってきたんですかね。うわまさか18連ガチャを回します。お願いします、お願いします、お願いします。頼む出してくれ。うわなし爆死です。ガチャ爆死多くね。やばいなこれ。あ、出た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 。ナイスナイスナイス。なんか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 4個4個です。この世界にエンダーパールが存在することは分かりました。存在することだけ分かったわ、はい、本当に。もう許してくれ。この沼り方やだね。辛いっすね、これ。青森だーと思ったら、はい、俺がさっき作ったキノコだった。ボンさん。何？廃要塞見つけました。来たーねー、頼む。金ブロックがもう6つぐらい見えてます。いやー、これは、近づきましたよ、急に。よし、行くか。行きますか。どこにある？この真上にあるんですよね、もう。おー、あ、ほんと、3つ並んでんじゃん、あそこ。ちょっと、あれ、ちょっと狙いますか。メンが死んだら、はい。俺、あの金は引き受けるわ。受け継がれていくわけですね、金は。あ、金めちゃくちゃある。場内が騒然して、騒然としてる場内が。怖い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 。いや、行ってる、行ってるぞ、今。豚が今、そっち。めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い。ただ金がめちゃくちゃあります。めえ、なんか一匹そっちに行ったぞ。大丈夫か。怖い怖い痛い痛い痛い。あー怖い、やばい。
来た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 、やばい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 、これはおぉいやいやいや、どうせどうせどう、逆にどうせないんだこれ。よし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 、おさん、なに、金ブロック16個取ってきました。ナイス、これは出たよ。これで出なかったら僕は今日やめます、撮影を。やめようやめよう、もう終わろ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 う、攻撃しよう攻撃しよう攻撃しよう、終わろう。これ出なかったらもう終わり終わり、ロット取ってくるわ。あ、そしたら、そうですね、現世でもう一回投げてもらって方向出していただけると。わかった。帰れるかどうかが問題だね、今俺は。お、パールが5個出ました。ナイスパール、ナイスパール、ナイスパール、ナイスパール。エンダーパールが21個あります。21個はい。めちゃくちゃ出てます。なんでそんなに今更出んのよ。閉店間際のレンチャンみたいな。いらないのよ。僕もじゃあ戻ります、そしたら。おい、まあ、俺は迷道に迷ってるけどね。今ゲートの近く来ましたけど、ボンさんは。あ、キノコあった。ああ上にいますね、ボンさん。キノコ発見、きたー。合計今25パールあります。これでパール十分ね、はい、ですね。パールロット十分。これさ、めえ、あ、はい、共同作業と行こうじゃん。共同作業ですか。はい、うん、多分俺とメンが欲しがってるものは同じはず、はい、伝わるはず。よし、行くぞ。召喚しよう、ドズルゴリラ、ゴリラドズル。久しぶりだが。なんか久しぶりですね、これ。確かに。あ、もうこれ同時に行きますか、そしたら。あ、同時に行こう、同時に行こう。わかりました、神様待ってるから。行くぞ、スタート。多分まああれですよねっていうのが。そう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 、俺とメン作るの交代すればよかった。こっちめちゃくちゃ簡単ですよ、多分。これあれですよ、どっちもかけたらダメですよ、多分。これ俺大丈夫か。ちょっと待って、俺大丈夫かこれ。伝わってくれ。いや、あの、いや、祈りましょう祈りましょう、祈ろう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 、あの、わかんないですよ。もういいかな、もういいかな。お前、なんでそんなうまく作っちゃうんだって。俺のやべえじゃん、俺のやべえじゃん。フィニッシュ。これ大丈夫か、大丈夫か。大丈夫っすかね。大丈夫か、これ。いや、でもこういうことよね。まあ、こういうことっすよね、でもやりたいことは。でも俺たちは伝わってる。はい、俺たちには伝わってる。ジャッジ次第っすね、もうこれは。ジャッジ次第。じゃあ、行くか。神よ、授けたまえ。お願いします、お願いします。来た来た、メンド来た、来たこれこれよこれよこれ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 、よかった来た来た、よかった。ちょっと開ける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 、はい、いただきます、いただきます。やばい、メン、はい、ロケット、はい、え。ロケット1個。シビアすぎるだろ、神様、それは。しょっぱいっすね。ガチでしょっぱいんですが、甘くねえわ。ロケット1個だったわ。なるほど。まあでも、そうだよな、そうだよな。ルールには乗っとってますね、今までの。せっこい、この神様ボックスにゴミ入れて帰ろう。使わなかった。使わなくゴミ入れてやろう。レンガでこうやって使いますか。ゴミ入れてこうぜ、こいつ。よし、行こうか。はい。そしたら、合体させます。お願いします。24個あります。今日もうふんだんに投げようぜ、行こうぜ。だって2個投げちゃいますよ、僕も。いや、いいよ、2個投げちゃうな。バカ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 、1個割れたよ、1個割れたよ。ちょっとさ、じゃあ最初高いとこからさ、飛んでこうぜ。あー、ですね。ロボット先にいるわ。お待たせいたしました。オッケー、この先、あの、なんかマグマ溜まりっぽいところの方だよね、方面ね。あ、もう影に投げちゃいます、そしたらもう。もう一回行っちゃう絶対あっちに進むけどね。もうなんか2個投げちゃいますから、また。いいって、いい、やめろって、まだ調子に乗るなって。お前やめろ、調子に乗るなって、怖いな。よし、じゃあ飛んでこうぜ。はい、行きますか。行きまーす、行きましょう。はい。よいしょ。この一発超大事だから。なるべく稼ぎましょう。あ、やばい、着地しそう。いや、俺もそう。俺も着地する。まあいいか、着地しても別に。砂漠だし。歩くだけっすね。あ、なんか、襲撃者。はい、砦がありますね。砦あるな。火つけてく？ちょっと見ててください、そしたら。あ、つけてんね、つけてんね。あららら。よし。よし、行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。いいですか、悪はちゃんとここで成敗しないと。危ないですか。確かに、確かに、確かに。
あいつらからしたら俺たちの悪っぷりやべえけどな。あ、今度ピラミッド。あ、ピラミッドって火薬なかったっけ？あ、ありますありますあります。TNT だっけ？火薬もある？いや、火薬もありません、火薬もありません。たまに入ってます。俺さ、奥のサトウキビとか、はい、はいはいはい。紙作っとくから、ね、頼む、ちょっと火薬を回収。わかりました。ちょっと沈没船見に行ってくるんで。お、おぉ、なんか豪華っすね。よし。これで、爆破の心配。おぉ、火薬めちゃくちゃある。ナイス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 。あー、合計19個ですね。オッケーオッケー。紙がそうなると全然足りねえな。あ、僕でも23個取った気がありますよ。準備良すぎん、さすがに。これで、で、ちょっと目頼むわ。おさん、はい。花火57個できました。最高ですか。もう飛んでいけるじゃん。余裕っすね、これで。余裕だよね。そしたら、投げます。はい。今回は3個です。いや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 、やめろってやめろってやめろって。割れてんのよ。今回は3個じゃないんだよ。行くよ行くよ、もう。はい。無駄遣いが過ぎるわ。どの辺まで行く？まあ一旦1000、あ、でも2000ぐらいいますね。いや、そうなのよ。何個投げます今回？1個でいいって、1個で。よし、投げます。あ、ちょっとずれましたね。ずれたね。あ、割れた。大丈夫か。次4つ投げられるぐらいにはもう余裕ありますか。やめろってやめろってやめろって。ちょっとさっきのあの愛の斜めの方向から投げます。あ、戻りました。ちょっともう一回投げてみていいですか。はい。ほ、あ、戻った。この辺の水の下とか、この辺よね。特定します、なんだったら。しよう。はいはい。この辺から投げた。あ、下行った。これ潜ったっぽい。一応もう一回投げますね、そしたら。はーい。あー、そっちだそっちだそっちだ、こっちだこっちだ。あー、ここに2個あって、2個ある、ここに2個ある、ここに2個ある。この辺だ。そこっすね、そしたらこの辺で掘ります。ほら、ここが螺旋階段だ。お、まさかあの数値を見て特定するってやつですか。そうよ、それそれ。ちょうど真ん中に落ちればちょうど螺旋階段落ちれるっていう。もう、そうそうそう。で、小ずらしの螺旋階段途中です、ここ。おー、よし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 、きたー。完璧っす、さすが。完璧。まあ階段ではなかったが完璧。あとはポータル探しですね。あとは探すだけよ。あ、しますか。クソでけえな、これ、もしかしたら。おっと。なるほど。嫌な予感するぞ、これまた。あれ、ありましたよ。あれ、あ、マジ見つかった。オッケーオッケー、ナイス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 。はい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 。ここまっすぐで。ありました。おー、ナイスー。ケリー、また捨てちゃいますか。よし、じゃあ、はい、最後に。やりますか。やるか。なんか、何かいるかな。武器とか防具になるんすかね。防具するか、防具にするか。はい。武器頼むわ。あー、僕武器担当で。俺防具で担当するわ。あー、わかりましたわかりました。装備装備、うん。じゃあ、すまない、召喚、はい、頼むわ。ゴリラドズルゴリラ、あ、ゴリラゴリラドズルドズル、あれ違うな。どれでもいい、どれでもいいよ、どれでもいいよ、どれでもいい。ほら、出てくるから、出てくるから。いきます、スタート。ゲイ、ボさん、あと大変です。何、スペースがめちゃくちゃ狭いんで、ちゃんとちゃんと作んないとダメ顔です、これ。狭い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 。めちゃくちゃ狭い。これやばい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 。うん、こうよこうよ。おお、狭いけど、こうで、これでしょ。しかも複数も描くっていう完璧っぷりっすね。これいいでしょ。いや、もうまんまが来ますよ、多分これ。あ、じゃあ、あとこれも作って。ああ、こんなん手抜きすぎん、俺ら。神様舐めてない。よしよし、じゃあフィニッシュで。神よ、授けたまえ。ピュー、うわ、いってぇ。おじさん、すごい弓もらっときゃよかったっすね。
危ない危ない死にそうだった死にそうだった死にそうだったちょっと待って死にそうだったびっくりしたよ危ねえ調子乗って死にそうだった今面の目の前でそしたらもうクリティカルに当たった今さあこれで多分全部いやーもうここまで来たらあとはもう倒すだけっすねしゅいほいあいいおーよーピトラの便利さやべえな吹っ飛ばされても大丈夫ですなかなかっすねペットバカ行くか。あ、もう降りてもう降りてきた、もう降りてきた。あ、早い早い。ペットバカ。あっす。ほら。あ、やっぱクリティカルじゃない。俺も。ほら。ペット拾って。行け。ペット。で、吹っ飛ばされた。これはクリティカルだって倒せってことっすね。そういうことよ。最後に。なるほど。大丈夫。これベッド2個ぐらいあるでしょ。足りなかったら神様に頼もう。ここで建築が始まるぞ。クリティカルなら決まれば一発で倒せるよね。あ、もう決まればこれ多分一発でいきます。さあ、こいつは怖い。来た。メンカル。あ、じゃあ僕がいきます。オッケー。クリティカル当てます。頼む。当たりました。おい。あー、俺なんかベッド。分かる。ほら、痛ぇ。あとちょっと。ちょっと。ベッドない。ベッド。目、召喚。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 魔法師。早く、召喚。ゴリラ。早く。早く始めた召喚の時、俺が。エンダーの気を引くスタート。ありました。ラストベッド。もう一番簡単なやつで、はい、あれなんか違う。なんか違う。フィニッシュ。怖い。神。あれ。早く。神を授けたまえ。早く。助けたまえ。よし。行きますか。関係ないやつが来た。関係ないってボコボコになった。メン頼む。最後、ベッドワーク決めてくれ。うわぁ、おっしゃー。メンテー、メン死んだ、メンいなくなった。同士打ち。死んでん。メン死んでんのよ。エンダーマンか。何や。ちょっと。追いかけないじゃん。一緒ゴールする。どこにいる。今、真ん中に走ってます。入るよし。バカすぎでしょ。2時間切ってないですね。2時間半かかった。はい、ということで今回はボンさんを招いての建築したものが手に入る世界をエンドラトーマスでしたね。いかがでした。いやだんだん神様のこと雑に扱うようになってきてたわ。建築がどんどん雑になってた。建築のまさになんか若干祈りの要素がなんかどんどん強くなってったって。なってました。想像とは違う感じになっちゃいましたけど。神様のおかげで、なんとか飛ばせることができました。なんとかエンダー倒できました。ありがとうございます。ありがとうございました。神様さん、すいません。なんか、助かりました。雑に使ってすいません。多分一番のこう被害者は多分、出てもないのにめちゃくちゃゴリラって言われるドツルさんです。みんな言うんじゃねえぞ。秘密の魔法を言うんじゃねえぞ、みんな。頼むぞ。秘密の魔法。ここだけで秘密ということにしましょう、はい。ということで、本日は最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。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 